アデリーペンギン、チンパンジー、カニクイザル動物の売春が存在するという考えを広めるものとして少ないながらもいくつかの研究が存在する。その対象となる動物はアデリーペンギン、チンパンジー、カニクイザルなどである。例えばペンギンは自分たちの巣を作るために石を使用するが1998年のある調査を きっかけに、石が不足するとメスのアデリーペンギンは、石とセックスをトレードするという言い方がされるようになった。その調査によれば、つがいのメスの中には、自分のパートナーではないオスと交尾を行い、自分の巣に小石を持ち帰ったものがいたのである。食事を分けてもらう対価として、セックスを提供しているように見えるチンパンジーも、売春に従事していると言われることがある。鳥類のメスは時として、 餌と交尾を交換することが知られている。特にラリー・ウルフは、ハチドリのメスがオスの縄張りである餌場に近づくため批判食器であるにもかかわらず交尾を行う例を取り上げ、こうしたエネルギー的な利点から行われる性的な行動を売春と呼んだ。ケンブリッジ大学の研究者、フィオナハンターとオタゴ大学のデイビス・ロイドは、ペンギンの交尾活動を5年にわたって、 行いその成果を発表した。ABBC はそれを動物の売春として紹介した。この研究は南極点からおよそ1300メートル離れたロス島におけるニュージーランド南極局の調査プロジェクトの一環であった。BBC ニュースオンライン上で発表された研究によれば、メスのペンギンにはそのパートナーの目を盗んで行動する個体がいる。そういったメスは、 つがいでないオスとセックスを行い、行為が終わるとそのオスの巣から小石を持ち去るのである。時として、見せかけの求愛の儀式を行う時さえあり、そういった場合メスはセックスをすることなく、石に手をつける。また BBC が、ハンターの調査を伝えるところによると、メスのペンギンはおそらく石のためだけに売春を行う、わけではない。ハンターの主張では、ペンギンたちは何か別の理由から交尾を、 行っってていいるのののででありその上で石を持っていくのだ私たちにはどういうことなのか、はっきりとはわからないが、メスはオスを利用はしている。この行動は将来のパートナーを探す過程の一部であるという推測もできる。その時その時のパートナーが死んでも、メスは別のオスを伴侶として得ることができることが見込まれるからである。またこの研究によって立てられた仮説では、 オスのペンギンが売春をするメスと交尾を行うのは、ただ性的な満足のためだけである。ハンターの観察によると、売春を行うペンギンの数は、非常に少なく、わずかに数パーセントであると見積もっている。この研究を、戦場的に解釈すれば、売春という言葉が強調されてしまうが、実際の研究データ自体はより抑制が効いたものである。調査によれば、 つがいでないペアの交尾が、オスの巣のある場所で行われると、メスは石を一つないし二つ持っていく。逆に、つがいでないペアの交尾が、メスの巣で行われても、オスが石を持っていくことはない。明らかに、交尾を行ったオスが石を持っていかれても得るものといえばその子孫である。とはいえ、時として交尾が行われない時でもメスが石を持っていくことがある。しかしオスであってもメスであっても、 石を別の個体から盗む行動は見られる。やり過ごす時もあれば、時には相手に攻撃を加えることもある。戦わずに石を得ることができる方が都合がいいのは明白であるが、メスはいつでも交尾を行うことで戦いを避けようとするわけではない。研究者たちはこれらの行為を遺伝的適合の長短の面から推測を行っており、メスが交尾を行うのは石を得るためだというのが、 主な理由だということにも断言は避けている。ドイツ、ライプツヒノマックス・プランク進化人類学研究所で行われ、プローズ1で発表された調査では、初期の人間社会で最も優れた男性の漁師が最も多くの配偶者を得ていたという、肉と性の仮説を裏付ける試みがされている。初期の人間を研究することは不可能であるため、研究者はチンパンジーを対象としている。 大国立公園のチンパンジーを観察した上で、チンパンジーには売春の位置形態が存在しているという結論が出されている。つまり、メスは肉と引き換えにオスにセックスを提供しているからである。進化人類学研究所のクリスティーナ・ゴメスによると、この研究からは、長期的に見ても野生のチンパンジーは肉と性を交換していることが強く示唆される。チンパンジーは、 長期的に言えば、狩りを行いそこで得た肉を共有するコミュニティを持っており、その肉を共有するコミュニティ内にいるメスは、同じ肉を共有するコミュニティのオスと交尾を行う傾向にあることが明らかになったと言える。肉と性行為を直接やり取りする例は未だ観察されていない。アニマルビヘイビアーに掲載された論文によると、ケンブリッジ大学の学生が、カニクイザルは、 セックスの代償として、オスが毛づくろいを行う。この報告では、オスがメスの毛づくろいに費やす時間と、相手のメスが相手と成功を行う積極性には相関関係が示されている。2005年のイエールイコールニューヘブン病院の研究では、おまきルに銀色の円盤を貨幣として使うように教え込むものがあった。その時の研究者の目に、時折、 ちらっと見えたのは、その貨幣がセックスの対価として使われる光景だった。いぶかしんだ彼は、円盤がセックスのために使われている可能性を排除しようと考えたのだが、一度は起こったこととはいえ、同じ類の出来事が起こることは結局なかった。ありがとうございます。